セールスフォースさんは辞める理由が全く見当たらなかったんですけど、なぜ辞めたのかっていうところと、そこが今のキャリアにどうつながっているのかっていうところを取っていきたいと思っています、うん、自分自身で事業をやりたいっていう気持ちが最初にあったので、うんうん、1年ぐらい限定っていうことで考えてました、うん、教育事業も結構 SaaS 系のセールスを強化していくっていうような事業だったので、うんうん、それに関してはもうダイレクトにセールスフォースの知識だったり経験というのは生きていました、うんうんうん。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、どうも皆さんこんにちは、トップ主のハスケです。チャンネル登録ベルマークのクリックをまな方はよろしくお願いします。引き続き、元セールスフォースの柳内さんに来ていただきます。こんにちは。どうもこんにちは。はい、よろしくお願いします。ちょっとキャリアをおさらいしたいんですけど、どういう順番でしたっけ？はい、ありがとうございます。まず私1社目が JTB というところで、うん、ずっと海外営業をやっていました、うん、出向という形で2年目の時にシンガポールに赴任をして、まあ、そこで新規事業開発だったりとかをやっていて、ちょっとがんになっちゃって入院生活をしたんですけど、3社目でベンチャーのコンサルティング×、まあ、人材のような会社でずっと営業だったりコンサルタントをやっていて、外資系企業のSaaSの王様と呼ばれる、まあ、セールスフォースに入社をして、で辞めてゼンフォースというシード機の会社の執行役員 CEO を務めさせてもらって、また独立をして今セッション&カンパニーの代表取締役 CEO をやらせていただいています。なるほど、ありがとうございます。振り返りになりますが、計移動を含め6社6社の谷口さんということでここまでの動画は1個目がもともとその大手ベンチャー外資っていうこの珍しいパスを通った谷口さんの、まあ、思考の背景に迫る動画を撮りまして、2本目の方では特に人気のセールスフォースさんについて、まあ、がっつり深掘る動画ですね。働く内容、仕事だったりとかバリューとか報酬の話も深掘りましたと。で、今回の動画ではそんなセールスフォースさんは辞める理由が全く見当たらなかったんですけど、なぜ辞めたのかっていうところと、そこが今のキャリアにどうつながっているのかっていうところを撮っていきたいと思ってます、うん。まずなんですけど、なんで辞めちゃったんですか、あんなにいいセールスフォースを。いや、そうですよね。悪い話一個もなかったですよね。なかったですね、うんうん、でちょっと前の動画を見ていただいた方は分かるかもしれないですけど、はい、そもそもセールスフォース入った理由としては、うん、自分自身で事業をやりたいっていう気持ちが最初にあったので、うんうん、1年ぐらい限定っていうことで考えてました、うんうん、思いのほか結構事業計画だったりっていうのがスムーズにいって、うんうん、じゃあ本当に辞めるかというふうになってたんですね、うんうん、ありがたいことに想定していなかったように、本当先ほどおっしゃってた通り、うん、セールスフォースにいたからっていうのと、うんうん、インサイドセールスのやっぱり知識がついたで、成果がその時結構出てたので、うんうん、いろんな会社から結構オファーをもらってたりとか、そのコンサルで入ってくださいみたいなのとかも結構あったので、うんうん、自分自身で事業をやるのと傍ら、うん、業務委託で結構仕事を受けたりするタイミングが重なって、うんうん、まあ、本来やりたいこと自分あったよねっていうのと、多分生活していける、まあ、これもセールスフォースの本当おかげではあるんですけども、生活していけるなっていうふうに思って、苦渋の決断ではあったんですけど、うん、本来やりたいことを優先して辞めさせていただいた、うんうんうん、なるほどなるほど、はい。谷口さん の, このその先のキャリアにも後で突っ込んでいきたいんですけど、はい、そのセールスフォースさんに限定したときに、はい、セールスフォースから出ていく方々の選択肢とかキャリアのパターンってどんなものがあったりしますか？大体は2パターンで、うんうん、それこそ同業他社の周辺に行かれる方、はい、それこそ、まあ、ガーファーだったりとか、うん、マルケットさんだったりとか、まあ、そうスラックとか、うん、コンカーとかちょっと同じ外資系 SaaS 企業ですね、うん、に行かれる方が大体の1パターン、うん、で2つ目がちょっと珍しいんですけど、そのベンチャーの営業責任者だったりとか、うん、セールスリーダーとかっていう方に、まあ、転職される方っていうのがいらっしゃったりもします。企業とかは結構珍しいですね。あ、ダイレクトで、はい、それのは珍しい、珍しい。前者の外資テックだったり、はい、外資サースっていうところを転職する方々は、はい、キャリアアップになってくるんですかね、年収的には上がるような、上がる方もいらっしゃいますし、本当セールスフォースは報酬も、うん、本当働き方もすごく恵まれているので、うんうん、そこのアップがない限りはほぼ動く理由はなさそうですね、うんうん、あ、となると動いているんであれば、はい、よりいい条件が出ている可能性が、可能性があるんじゃないかなと推察ですが、はい、ですね、うん、後者の方はマネジメントをしたいとか、うん、事業を作りたいっていう方々が取る選択肢ってイメージで、うん、はい、条件面は一旦落としてる可能性が、可能性もありますね、高いですからね、うんうん、ただまあベンチャーに行った場合のアップサイド、そうですね、ストックオプションだったりとか、はい、まあ、役職の面白さだったりとかっていうところで動かれてる方が多いような印象ですかね、うんうん、そうですね、そのイメージですね、うん、なるほど、ありがとうございます。でそういった時に後者のパターンに当てはまるんじゃないかなというふうに思っておりまして、はい、谷口さんのケースも、はい、まさにそうですかね、おっしゃる通りですね、うん、ゼンフォースの事業を、うん、まあ、転職先ですね、うんうん、
まあ、もともと業務委託で携わってたっていうのもあるんですけども、はいはい、まあ、そこでありがたいことにオファーをいただいて、役員として入らないかっていうことをいただいていたので、まあ、それで入りましたと。で、結構自分自身の会社も登記はしてなかったんですけども、並行して動いていたので、登記はしてないけど、はい、会社としての動きはしていた。してたんです。2年ぐらいずっとしてたんですけど、はい、で、まあ、そこのゼンフォースと自分の会社も結構シナジーがあるっていうのも含めて、じゃあ一緒に執行役員仕様をやりながら、まあ、自分の会社もあるし、っていうことで入社をさせてもらったっていう背景がありますね。執行役員で CEO ということは、まあ、事業全般を見る役割っていうことですかね。そうですね。一応まあ役職的には事業全体見る感じではあるんですけど、もう本当に資料作りから教育系の事業をやってたんですけども、まあ、その講師だったりとか、現場のファシリテーション運営みたいなところを何でもやるみたいな、動画編集もやるみたいなことをやっていて、まあ、そうですよね、はい、まあ、それでまあ楽しかったですけどね、自分で事業も組織も作っていくみたいなところに行くと、はい、そこはどうですか、セールスフォースの経験はバチバチに役に立ったんですか。めちゃくちゃ役に立ちました。事業を作る、組織を作るみたいなところは正直ベンチャーの経験が生きているっていうのはあるので、教育事業も結構 SaaS 系のこうセールスを強化していくっていうような事業だったので、それに関してもダイレクトにセールスフォースの知識だったり経験というのは生きていましたので、だから私のベンチャーの経験とセールスフォースの経験が合わさって、まあ、そのポジションを用意いただいたっていうような感じですね、うん、なるほど、セールスフォースの1個前のサーキュレーションさんでの経験も生きて、はい、そのポジションで活躍したということですかね、はい、ありがとうございます。で、一旦そことこう並行して続けていた会社の CEO の方に今専念されているっていう状況、はい、そうですね。今も実はゼンフォースを業務委託で手伝ってはいるんですけれども、仕事の比率としては自分の会社がやっぱり大きい、であとはちょいちょい他社さんの、まあ、インサイドセールスの組織の強化だったりとかっていうところを、まあ、コンサルでちょっと入らせていただくというような、そういう携わり方も全然ありますね。あ、業務委託もやられてるんですね。そうですね、今4社ぐらい入ってますね。忙しい。いやでもそれ稼げそうですね。そうですね。ありがたいことに。やっぱりこうマーケットバリューが上がる一個のメリットって、個人で仕事が取れるようになること。そうですね。なってくると当然会社から給料もらえるも、中間のマージンを排除して全部自分で取れるんで、はい、同じバリューの仕事であっても、多分得られるキャッシュのインパクトって大きいかなと思うんですけど、そこはどうですか。はい、もうおっしゃる通りですね。こんなにもらえちゃうんですかっていうぐらいのオファー金額。がもらえるのと、まあ、その分ちゃんとバリュー発揮しないとすぐ切られちゃうっていうのももちろんあるんですけど、まあ、収入は全然やっぱり増えましたね、はい、手厚いセールスフォースのインセンティブに比較してもやっぱり今の方がどうですかね。まあ、なんだろう、大変さで言ったら今の方がやっぱ大変ですけど、どっこいどっこいぐらいですかね。なるほど。まあ、よしゃしゃ。そうですね、はい、はい、なるほど、ありがとうございます。で、現在は今どういう事業を展開されてるんですか。今は自分の会社の方でいくと、私転職回数がかなり多いのですが、まあ、結構自分自身成功している方、その転職にねという自負があって、でも逆に言うとネガティブな転職されている方も結構いらっしゃるので、その自分の経験だったりちょっと生かして、そういうキャリアのアドバイスだったりとか、じゃあどういうエージェントさんとご一緒すればいいのかとか、例えばセールスフォースのようにエージェントさん使わないで、まあ、リファラルで受ければいいんじゃないみたいなところもあるので、まあ、そういったところを結構総合的にアドバイスをさせていただくような、まあ、サービスをやらせていただいてますね。じゃあ広く言うとやっぱキャリアの授業っていうところになってくるの で、ね、サークル社さんは人材を含む領域だったと思いますし、はい、外資転職を経験されたともそうですし、ゼンフォースの授業も生きた上で今の授業があると、はい、そうですね、はい、やっぱり私自身いろんな会社、そのサーキュレーションもリファラルで先輩の話を聞いて、でセールスフォースもそこに在籍している人の話を聞いてっていう、そこ安心して入れたっていうのがあるので、社会人のための OBOG のマッチングのプラットフォーム、まあ、アプリケーションを今作ってるんですけど、その開発しているので、それを、まあ、ベータ版なんですが、それぜひリリースぼちぼちしたいなと思っているところですね。いいですね。はい、社会人 OB 法も推奨派なんで、あのリリースした際はぜひ教えて。もう絶対 OB 法もしなさいってめっちゃ本当ですか、偉そうなこと言えないですけど、初心の方は大事にしてくださいということを言ってたりするんで、すごくいいサービスだなって個人的にも思います。ありがとうございます。はい、ぜひぜひありがとうございます。はい、ということで、まあ、全3回にわたってですね、盛りだくさんのお話を聞けたので、やっぱ6社も経験あると、掘りがありますね。はい、思わず3本取っちゃいましたけど。はい、ありがとうございます。はい、でもまだまだね、聞けなかったこととか、まあ、企画ものとかも僕らやってたりするんで、ぜひまた、はい、機会あれば、していただければと思うので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、最後にはなるんですけども、視聴者の方にメッセージもいただければと思うんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。社会人での転職活動っていうふうになると、新卒と比べてみんな一斉のせで始めないじゃないですか。新卒って団体戦みたいな側面が文化的にあると思うんですけど、転職活動って孤独じゃないですか。
なのでなんかそこを自分の中で思い詰めたりとか不合格来たりとか、うんうん、結構テンション下がったりとか、うん、現職で疲れた中で転職活動するって結構大変なんですね、うんうん、なのでそういう時に頼れるパートナーだったりとか、うんうん、コーチじゃないですけれども、うんうん、いいパートナーの方を見つけて転職ぜひ成功させていただければなと思っているので、まあ私でも構いませんし、まあ、いろんなプロフェッショナルの方いらっしゃるので一人じゃないよっていうことだけぜひ覚えておいていただければと思います。ありがとうございます。心強いお言葉をいただきましてありがとうございます。はい、谷口さんの SNS は概要欄に貼っておきますのでぜひ気になる方はフォローいただければというふうに思います。我々の方でもね、転職支援のサービスをしておりまして、谷口さんみたいになりたいですとか、なんか悩み抱えてるっていう方がいらっしゃいましたら無料で支援させていただけますので概要欄の方から応募いただければと思います。ではまた引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない。現職にモヤモヤしている。転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない。このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい。こういった思いや悩みを抱えている皆様は、ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。